これやるのかと思ってたけど、今日いいダンス習ったっけ。これを毎日やったら痩せそう。頑張るぞー。決済しましたからありがとうございます。今日までやったんけど、ちゃんと終わりましたか。こんばんは。こんばんは。お時間とありがとうございます。TKG 卵かけご飯服がピヤーンってなったなんか前髪がダサくて結ぼうと思ったら噴水になりました。こんばんは。決済終わりましたかね。本日まで。お話し会なんで緊張しないでもろて。これ何出しとこう。まあまだ20日まであるけど、おすすめ出しとくかも。あとこれ注文できるまで4日あるけど、押してこ押してこ。暑くないですか。クーラーつけてますか皆さん。踊った系かな。はじめまして、嬉しい、ありがとうございます。 ST48 広島県出身、ありちゃんことみねおしありさです。よかったらルームフォロー、右上のハート押してルームフォローお願いします。ありがとうございます。こんばんは。こんばんは。こんばんは。12月お申し込みしてありがとうございます。ありがとう、ありがたきお言葉四国からの配信、広島人、私は広島人です。ひろたんと花束ありがとう。もうクーラーつけんでもいい時期。あっ、燃えてる私は今こんばんは。気づいたらルームに来たら嬉しい。おもちちゃん、おもちゃん、おもちゃんにしよう。おもちゃん、やばお腹鳴った、聞こえた、やばお腹だからね。じゅっけ広島弁だぞ。ダウン、こんばんは。聞こえんかった、よかった。こんばんは。あ、そう、アリサカンパニー、あと1週間
ほどです。びっくりした、自分でも驚いた。こちらのアリサカンパニーっていうので私がこう作った T シャツがありまして、 T シャツとこちらがパーカーになってるんですけども、はい、これの販売終了まであと1週間ほどでした。でリバティエイジさんが載せてくれててからマジかーと思って、でも今日そう宣伝するように画像を自分で作ったんですけど、見てくれましたか？こちらの商品の写真とお値段と名前とみたいな書いて作った画像を用意したんですけど、本日これをツイッターにもインスタのストーリーにも上げてるんですけども、この画像を使っても全然いいので、最後ラスト1週間ほどラストスパート、宣伝お願いします。みんな宣伝お願いいたします。こんばんは。画像使ってもよかろうもんです、私が作ったので、よければお願いいたします。宣伝活動を任せました。おてかね、気づいた、ライト復活しました。じゃーん、これ今日ライト復活しました、やったー。原因は不明だけど、ただ延長コードの方が寿命だった。ライトついてます今。イエーイ、やったぜ。この充電、スマホの充電はできてんのに、同じ延長コードにつなげてるのに延長コードの方が寿命だったっぽくて、延長コードを変えたらつきました。よし、総一郎さんハートありがとう、ありがとう。他のカラーも欲しくなったから嬉しい。ティータンありがとうございます。そう、もうないカラーとサイズとかもありまして、あとレディース、あれはちょっと聞かされてなくて、私もそう、私も聞かされてなくてね、ちょっと違いがよくわからないんですけど、ユニセックス、アイサが多分持ってるのはユニセックスだと思うんですけど、このL とかサイズも5展開あって、あとレディースの ML だったかな、 ML があって、そうレディースと、そのレディースの L サイズとユニセックスっていう、もう全部の L サイズのとは何が違うんかとかは全然知らないんですけどでもレディースもあったから、よかったらサイズ見てみてください。ぜひこの機会にゲットしてくださいませ。ありさんも買おうかなと思てるよ。黒はありかし、黒がありさは L か、そうだな。逆にこの白のちっちゃいサイズ、一番ちっちゃい S とかが欲しいかもな。この白黒青はでっかいサイズ頼んでるから、アリス、このあれは
撮影できたやつ。逆にこの白のちっちゃいのが欲しいかもな。こんばんは、こんばんは、追加しようかな。おおほほほおいいど。生地も良いよ、生地めっちゃ良いです。普通に T シャツ、今日このプレゼントでもらったスツーシーの T シャツ着させてもろてるんですが、何にもそんなに変わらない。ペラペラでもないし、これ2倍ぐらいのお値段違うけど、全然そこのスツーシーの半額ぐらいで買えるんですけど、全然生地が良いです。うん？であの生地全然何ペラペラでもないのでね、普通に T シャツって感じでおすすめです。おすすめ、なんぞや変わりません。デザインは私と、あとは社員になってくれた方、会員登録をしてくれて、はい、毎月少しお高い会員費を払ってくれてる嬉しい社員の皆さんと一緒に考えました。会議を重ね、社内会議とやらを重ね、はい、投稿をしてアンケートを取ったりして、月日を重ね出来上がりました。うん、ピタティいいやん。そんな韓国アイドルぐらいピタッとはせんと思うけど、なんで韓国アイドルぐらいのこのもう腕と同じサイズやんぐらいピタッとはせんと思うけど、まあピタティとしても着れます。お腹すいたのかもしれない私は。S も買いました。おお、いいね、おしゃだん、おしゃれ男子やん。タイトめ T シャツ、いや、これはオレンジのプレゼントでもらったステッシーの T シャツです。かわいい、嬉しい、いいオレンジだった。じゃん、オレンジとロゴが赤、スーシーのオレンジティーです。今日はレッスンをしてきたので、ボロボロです。ボロボロ峰足、髪の毛も体も顔も全部ボロボロ。振り乱してきた。背中、これ T シャツですか？あれ、ああ落ちちゃった。前はこんな感じでアリカン、アリコムって言われるんですけど、アリカンね。そう、アリコムじゃないです。アリサカンパニーのロゴ、アリサカンパニー略してアリカンです。間違えないように。でこっちにはここにね、カンパニーの略の CO アリカンが来て、
であの T シャツをデニムとか下に履くボトムスにこうインしたら見えなくなるんですけど、普通に出して T シャツを出して着てくれたらここにさりげなくキャラクターがいます。私がそう、これは私は手書きで書いたキャラクターちゃんがここにいます。このアリサカンパニーのキャラクターです。かわいかろう。後ろはシンプルこんな感じです。あとここにリバティンエイジさんのな、リバティンエイジさんのロゴが入ってます。こんな感じ。これねちゃおもろいことがあってね、あの広島であったあの打ち上げ祭の時にメイクさんに見せたんですよ。来てレッスン着として着てってたから、そう、これ私は今販売してまーすってからメイクさんに見せたったらな、あのここのあれちゃって言われて、このポニーテール、あの毛先がダサいよって言われてそう、ここに厚みがありすぎやろ、もっと毛先はこうくるんとしてみたいな、もっともっと毛先は髪の毛が少なくならないとみたいな、ボリュームありすぎやろって言われてやめておろってや、メイクさんやからこう髪の毛ね、ヘアスタイルにもう特化しとんよそんな言われても私の絵心はこうなんじゃけ、ポニーテールしょうがねえよ。でもこの前髪の感じは褒められたね。このカーブはいいねって言われたけど、このポニーテールダメ出しもらった、すいませんもうダメ出しをもらってもこれ売ってるんです、もう直せれないすいません、メイクさんにはこのポニーテールが不評でしたがちょっとおしゃれなポニーテールじゃないと不評でしたが、もう売ってます、ゲットしてくださいゲットしてもらって、いや、オッケー、アリコン、アリカン、アリカンですでもあのキャラクター何回も描いたんだよ本当に。そう、そんなさ、まさかさ、手書き感ありありのやつがさ、まさかなるとは思わんや、そのまま。ちょっと修正かかるかなぐらい思って出したけど、そんなにかからなくて焦って何回も描いたそう、このイラストが可愛く描けんすぎて10回ぐらい直したかな。スランプくん、ハートありがとう。こんばんは。ワンワン犬、ワンワン犬、犬立てて、で暑っ外の方が涼しい説ある。こんばんは。髪の毛伸びた？何もしとらんけかな。いつも外跳ねしてるからもうちょっと短い。こんぐらいです。ウルフウルフヘアにしたのにさ、全然わからないんだよ。悲しすぎん？
なんかそのさ、ウルフヘアになって切ってくれた美容師さんがセットしてくれたらなんかウルフだって感じだったけど、なんか分かんなくなっちゃった。あ、上げてんのか今。ここだ。こう顔のここの毛を短くしたのになくなっちゃった。なくなったことはないやけど、もう分からんよね。もう分からん、自分でも分からなくなった。ピエンなんちゃんコバありがとう。土曜日をモチベに頑張る。土曜アクターズか。ありがとうございます。私もそうですね、今のモチベはそれだな。お見送りは中です。メインじゃないんで、ゲストなんでね、私たちは。いいね。え、みちゅ高めツインしてもらおうよ。言っとくわ、みちは高めツインでしょう。今できる長さあるよね、みちゅ長いよね、今みちは高めツインだが。かきかきかき、私はどうしようかな。私はどうしようかな。こんばんは。こんばんは。いや、私は高めついはしない。したことないんで。したことないんで私。いや、3つのお団子もちゃう。まだ。そんなんしたことなかった、私は。それは STU になって2年目で初めてやったけど、その前はしたことないんでね。こんばんは。一は高めツインで行こうって言っとくね。決済しました、こんばんは。ありがとうございます。嬉しいです、ありがとうございます。いつもね、メイクのこともね言われるからね、ちょっと怖い、ビビって。そう、歌のレッスン行った時にさ、で最近はあんま言われんけど、初期の子そう、涙袋書きすぎやわったって言われて、すいませんって感じで、あと眉毛がなんか下手くそだったよ、初期の頃。だから歌のレッスンに行ったのに、眉毛のメイクやられたこととかある。眉毛指導、眉毛メイク指導されたことある。そう、ここ下じゃなくてここを出さなみたいな感じで。そう、メイク資料がされたことあるからさ、おもろすぎん、懐かしいわ。最近はあんま言われんけど、それボムさんとかさ、メイクさん、その雑誌のレイさんとか、雑誌に載った時は雑誌にの方 のそこにいる、そこにいたメイクさんが全部やってくれるじゃないですか、顔。そう、だからその時のメイクのいつだったっけな、あれの時めっちゃ褒められた、ローソンさんのポスターに、そう、着物、浴衣、何だったっけ、着物、青の、青、みんな青の浴衣、着物、どっちだったっけ。
来てからさ、なんか写ってるやつあったやん、横長のローソンのポスターみたいな。そう、あれの時は全部メイクさんにやってもらったメイクやって、そう、それはめっちゃ褒められて、あれいいよみたいな言われたけどそう、あの時はアリサは物足りんかったやん、自分では、えみたいな、これでいくんですかって感じだったけど、心の中ではもう自分だったらもうちょっとこう書いてそう、あの時の私の心は物足りん、これじゃあって感じだったけど、あの時の顔は褒められとったな。ふうさん、さとしさん、ギフトありがとう。今日は目力がないです、何もやってない。パンしっかり開けても今日は目力がありません。でも涙袋はちょっとあるね、令和ソング風を待つ、よかった、ありがとうございます。全国放送されたよね、もう終わった、こんばんは。3時ぐらいから寝てましたいいね、いい一日だ。取り調べオンライン強制参加ですか、ああそうですね、来てくださいませ。悪魔のおにぎり懐かしい、今もある、悪魔のおにぎりめっちゃ懐かしいな。 B 日程でお話し会嬉しい、さとしさんもちろんです袖で隠してた。 B 日程始まったらここを激推しするので、まずはぜひチェックよろしくです。12月18日5時間目と1月9日の5時間目を激推ししていくので、ここは感謝枠になるようにぜひ皆さん持ち込んでいただけたら嬉しいです。ファミマ派、アリサどこ派でもないよ、どこのコンビニにも好きなやつある、どこ派でもないな、全部好きです。セブンだったらこれみたいな、アイス買うんだったらファミマやな、品揃えが良いけど、そうだな。でもファミマであんまりあれかも、ご飯系は買わんかもファミマはアイスか、あ、焼き鳥買う、焼き鳥、ファミマに唯一ぼんじりがそうたまに出てたりするんですよ、だから焼き鳥とかは買うな。あとはあのフラッペとか買って、レジ横のやつでミルク入れて作るやつはファミマ神です。だがわかる、おにぎりはセブン、ご飯はもうセブン強い、普通にご飯はセブン強強です、何でも美味しい。あの金のカレーライスとかさ、なんかそういう系を買ったことなかったんですけど、やばいよ、そう、金のビーフカレーかな買って、めっちゃ美味しかった、やばいよ。ハンバーグも美味しいし、金のなんとかシリーズあるやん、あれはやばい。ブリトーはセブンが一番やな、セブンしか勝たん、ブリトーはぽいのはあるけどね、ローソンにもぽいのはあるけど、
消音にしてなかった。テーマティーン。金のカレー食べたことない。あれは損しとる。食べたことなかった。アイさんは食べたことなかったけど、なかったけど、そうだってさ、あの家でさ、家で食べるやつとかさ買わないじゃないですか。だってあれはさ、なんかその場で食べれんやん。家でレンジでチンしてみたいな、ご飯あって家で食べる系みたいな感じやん。そのパスタとかみたいなさ、こうパックに入って、今食べれるよみたいなやつじゃないやん。やからさ、アリサが買ってもって感じだったけど、ママが買って、そう冷蔵庫に入れとってくれたから食べたんやけど、もう革命。あれは革命を感じたよ。素晴らしかった。辛くないん、全然辛くない。そう、甘口も激甘口だから、めっちゃ辛い、辛口のカレー、カレーは辛いのやろみたいな感じの人は、あの物足りんかもしれんけど、辛くはない、言っとくけど。言っとかんでも書いてあるかも。美味しかった。あの何、牛肉、ビーフカレーだから牛肉がもうトロトロで、カレーは絶対辛いのの人はちょっとあれ違うかもしれんけど、美味しかった。風を待つ、ありがとうございます、嬉しい。でもね、風を待つさ、あれなんですよ、あの初めてフルで、フルじゃないわ、間違えた、両手で、あの 歌番組だからヘッドセットで両手でやったんですけど、そうハンドマイクの時と両手になった瞬間、えっみたいな、みたいな、初めて見る動きをしだすんや。これ全然ついていけなくて、やばかった、あれは。そう、あれはびっくりしたよね。まあなんとか徹夜で覚えた、あれは。徹夜で覚えた。もう手のさ、ね、わかりますか、手のさ動きがこうなんかややこしいのが一番嫌い、私。だって頭使うじゃん、ダンスに頭とかいらんくない。私の理論なんですけど、ダンスはもう体で覚えるみたいな、ほい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 みたいな、あんまりなんか深く考えずにとりあえずほい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 みたいな感じで動かして体で覚える系なのに、こうなんか手がごちゃごちゃしだしたらさ、ダメよ。ダメやん。なんかそういう系苦手だけど、頑張った、あれを徹夜で覚えた。ねもはも、ねもはもね、あれは歌ってみたでいいや、私歌好き。でもラス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 してしまう、ラッタラッタヘイ、ラッタラッタヘイ、委ねて踊ろう、エロルマルマルマオアキャラシャタみたいな、ちょっと分からんけど。歌は好きですよ、 MV 何回も見た、めっちゃ曲いい、めっちゃ曲いいから、ダンス曲ではあるが、歌ってみたでいいや。歌ってみた、ティーちゃんティーちゃん、ルーマンルーマンルーマンホー、うん。分からんけど、ぽっぽいかもしれん、ティーちゃんティーちゃんホー、あれ何だっけ、ティーチャーティーチャーなぜ逃げ腰で
なんとかルマルマルマを何でてたん、チャラサラサラサさん、ルマは噂、根も葉もない噂っていう曲です。そんぐらいわかるよそんぐらいわかるよこんばんは。まあわからんかったけど初めて聞いた時はわからんかったけどね。ちゃんと調べる、そう、曲になったら調べるからわかりますか。ちゃん、なんかその英語を覚える時とかだったら、その英語が入った曲とかにしてくれたら、ちゃんと調べ、意味も選べてて意味も分からず歌わんからさ、ちゃんと歌詞としてこう曲としてあったらどういう意味やって調べてから、ちゃんと意味を分かった上で歌うようにしてるから、それはね、安心して。だから曲にしてくれたら何でも覚えれるそう、何でも覚えれる。こんばんは、はい、こんばんは。レッドオーシャンとブルーオーシャンしとったことがもうドヤ顔って感じ、私の中ではあれは何かはもう忘れられん。なんか話してて、大人の方と話してて、なんかブルーオーシャンがって急に出てきて、聞き流してたんですけど聞いてて、はいはいはい、ですよねとかやってたら、最後にブルーオーシャンって意味分かって聞いてんだって言われたから、はい、分かりますよって。だってブルーオーシャンとレッドオーシャン、ノーウェイマンの D メロ出てくるじゃん。レッドオーシャンなんてきっと面白くないだろうとか出てくるじゃないですか。だから知ってるよ、ちゃんと調べているよ。で、そう、そこでドヤってドヤれたのが一番嬉しい。サージカルさん、かわいい、ありがとうございます。失恋パパッパッ、ありがとう。R を描くね、わかる。だって R を描くってさ、なんかこうじゃないもんね、だってわかります、わかります。そう、 R を描くで、なんか誰か、そう、あのそこの歌割りだった誰かが R を描きラタララカするって R 書いてたんですよやっちゃうやろってR 半径ですよね、これはわかる。こう直径、半径、数学よね、あれ。数学みたいな感じじゃない？半径ってことよね。R、いやーみたいな。R 絵が聞いただらけする夕暮れに。太陽が R 描くわけない。まんまん。暗闇はいい曲、好き。わしも好き。数学得意、どうや挨拶、数学得意、答えが一つしかないからかっこよくない？どう、数学得意。何通りもこう導き方というか、答えを出す方法は何通りも何通りもあるけど、真実はただ一つじゃないですか。そう、答えとして正しいのは一個しかない。得意ですよ、私の、なんか私ができるやり方で、そう、私ができるやり方でこうを見つけて、あっ
えこの解き方は分からんけどこの解き方だったらいけるわみたいな、自分で解ける方法を見つけて答えを導き出すようになるっていうところが面白いやん。どうだ、そう語彙力がないから、そう国語とか道徳とかできないそうあれはもう語彙力だよね。気持ちがどうかみたいな話になってくる。パンジャラさ、ハートありがとうとか言いながらもう数学ついてきてないんやけどねとか言いながら、あのさ、何分の何とか確率がわからない、だってわからないもんって感じ。確率とかも導き出さんでよくないってかそうサイコロがあってみたいな、そうサイコロがあって2つあって1と6が出る確率みたいな、はあ、そんな確率求めんでええよって感じ。そういうのをやってるからさ、わかんない。読んだかと聞かれた。トランプとかだったらできる。だ13枚カードが13枚のが4個あって七並びを思い出せばトランプならいけるけど、男子が何人女子が何人生徒会長に何だっけちょっと忘れた、まあ、そういう系よ。生徒会長に男女一人ずつなれる確率はとか、まあ分かんない、まあねって感じ。久しぶりすぎて緊張する、なんで緊張しないで来てくれ。こんばんは、2の倍数3の倍数、あーそうそういうのそういうの、式系だったらできんよ。もうこう式が書いてある 3×4 はとか簡単すぎやけど、 3×4 はとか式が書いてあるのはできるけど、こう文章があって解き方をこう考えてみたいな、自分で式を作らんといけない。ちょっとあの何語彙力挟まっとるやん、国語力みたいな。まず意味を理解してこれはどういうことだってこう考えてみたいな、挟まれとるやん。それできない。もうこう式があって、はい、帰ってくださいみたいな感じだったらできる。難しい人よ。オンラインお話し会ね。でも言うてあれですよね、もう初っ端というか一番最初の話し会はもう10月30だからもう1ヶ月弱、今日1ヶ月ちょっとか、1ヶ月ちょっとでもう始まるよね。そう考えたら早い。もう初日お話し会の初日撮ってくれてる方はもうあと1ヶ月ちょっとで話せます。すぐよね、待ちきれかわいい、うれしい。連立方程式聞いたことある聞いたことある。いいんだよ、もう勉強はしたいなと思った時にやったらいいんだよって感じだよね。そんな時が来るのかって感じだけど。
そんなこんなで早っ早っ、ピュピュ、どうしよっかな。七並びを3回ぐらいできる今思い出したけど、七並びやりましょう。どう、国語、うん、国語でさ、なんか討論みたいなしたのでも楽しかったけどね。そうそう、うん、この討論、こっちかこっちかみたいな、何派何派って分かれて、そう、めっちゃ戦う、これはこうだからこっちの方がいい、いや待て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 みたいな討論対決みたいな、ティベート、それは聞いたことないけどティベートっていうんですか、討論対決、クラス3つぐらいに分かれてなんか主張し合うの楽しかったけどね。ディベート、まあ小学生の峰吉有里さんはまだ積極的だったんですよそう、すごいクラスの中心人物ぐらいじゃないかってぐらいね、積極的やだけど、はーいって感じだったね。そう、だから楽しかった。それでは、あ、 ディベートなるほど、じゃあ55分、あ、間違えた、55秒に押します55分はまだまだ、55秒に押します。すぐなって、あ、反論、今はね、今は、ああ確かにってなるああねって感じになるけど、その時は反論されたらもうね、ダメだった、負けず嫌いで、はーい、全然あれみたいなすぐ割り込んでいきようと気がする。 5、4、3、2、1、 ビーン、ピュピュピュン。お、やすべさんとあやさん、対戦ありがとうございます、ありがとう。パンジャラさん、スター、レインボースター、ありがとうございます。陽キャから陰キャそうね、うんうん、陰キャだったんか、たぶんかもしれん。そう、本当は陰キャだったんですけど、そう、周りの友達というか、その小学校の時に仲良かった一面5人いたんですけど、その一面5人が陽キャだったし、そう、美女が強かったよね、かかってこいみたいな感じでビジュアルだったっけ、それについていって自然に陽キャだったんかもしれない。自分一人になったら陰キャだったんかもな。そういうタイプかもしれんね。で、難しいよね、自分からさ、その自分からその場を盛り上げるみたいな、盛り上げ役みたいな人になるのって難しくない？なんか人生の相談みたいな感じやけどそう、みんな周りにおってくれる人がさ、みんなさ、ノリがいい人だった、いや、やばい、ああバーストするわこれ。周りにいてくれる人とかがみんな陽キャとかで、わーって感じだった、そのノリに全然合わせる、みんな陽キャでわーってなってるのに一人だけ端っこにおったりはせんけどそう、その中だったら入れるけど、こう
シーンみたいなシーンってなってるところを自分からこう盛り上げに行くのって難しいよね。難しい。人に流されるタイプなんかもしれない。そうなんですよ。そうなんですよ。ボケ倒せんもん私。ボケ倒せん。真剣に言ったことがなんか笑われるけさ、そういうタイプやけ。え？今笑うとこあった？みたいなところでさ、すごい笑われるけ。ボケ倒すというか。そこってなる。では次はね、1分後54分15秒に押します。54分15秒に押します。めっちゃ弱い。アリスめっちゃ弱い最近。今から行動する。すごい。お願いします。お願いします。する。みんな決済済ませたかな。今日までだじゃん。15秒に押します。54分15秒。あともうちょっと。10秒前。ゴー。4321。ポチッとな。ポチッとなんすけ。お、みんなアリサカードだ。嬉しい。久しぶり。みんなアリサカードで揃った。はるかちゃん、ゆっちゃん、パンジェラモンスターさん、大勢ありがとう。サンキューサンキュー。ゲットできた。嬉しすぎるぜ。めっちゃ久々に宝箱をゲット。名言の決済するまでがお話し会だそうです。皆さん申し込んでお話しするだけじゃなく、あ、決済せんとできんね。申し込むだけではなく決済までするのがお話し会です。パンジャラさん、レインボースターありがとうございます。まださ、いけるんかな。今日中になったら終わる。明日になったら締め切り。まだもういないと思うけどね。もうまだ決済してない人いける。あ、でも空いてない。振り込む銀行とかが空いてないかな。まあみんなしてくれたって信じている私は。4位だった。4位だった。ピエン。ではそろそろランキングを読みます。13位ひでじろうさん、12位ゆっちゃん、11位ひでさん、10位ゆういちダビッドソン、9位ストゥッチー、8位サイモンさん、7位あずきちゃん、6位ひとりごとさん、5位ひげのまささん、4位ふうさん、3位やすべえさん、2位パンジェラモンスターさん、1位はドゥルルルーン。宗一郎さん、ありがとうございます。ありがとうございます。ではじゃないか。今日はね、あ、
ツイッターめっちゃ載せてるので今日全部チェックしてくれましたか？何載せたっけ？あやパンと行った SDGs ロケのオフショットと、ソラハとの TikTok と、これが一番大事で、アリサカンパニー、アリサカンパニーの受付終了までなんとあと1週間ほどとなってます。こちら私が自分なりに全然見えてないけど画像を作ってツイッターに載せたので、ぜひ拡散お願いします。その画像を全然もう使って振りまいてくれ振りまいてくれって感じなので、私がツイッターに載せてる画像を全然使っても OK なので、皆さんも社員の皆さん特に拡散してくれたら嬉しいです。宣伝活動頼みました、お願いします。お願いいたします。んな感じですかね。今日もお疲れ様でした。本当にストーリー見た嬉しい、ありがとうめいちゃん、ありがとう。ストーリーとか上げた時に反応してくれてみんな嬉しい、私は嬉しい、ありがとう。全部見てます全部リアクションとかしてくれたの全部見てます、ありがとうございます。ではまた明日、また明日金曜日頑張りましょう。明日で終わりよ、今週が。金曜日頑張りましょう、ね、ではでは、またね、ありがとうございました。おやすみなさい、おやすみちゅおやすみねよし。ね。また明日。ありがとうございました。